クッキーです。今回ご紹介する本は信長の革命と光秀の政治新説本能寺という一冊です。タイトルの通りですけれども、本能寺の変をまた新たな視点で解釈している一冊で、むちゃ面白いので、こういう歴史好きの方にはおすすめできる一冊じゃないかなと思います。まずこれまでの本能寺の変の解釈と大きな違いは、この時代が信長の時代が大航海時代、世界がですね大航海時代だということです。スペインやポルトガルが世界中を植民地にしていく時代、そんな、グローバルな世界の中にこの戦国時代が実はあったということで、その流れの中で、例えばキリスト教とか鉄砲とかが日本にも、来た。でそのスペインとかポルトガル のキリスト勢力と、足利幕府、そして朝廷のこの四つどもえのようなね、このさまざまな状況の中で翻弄されていた戦国時代の中の本能寺の変、めっちゃ面白いと思いますので、ご興味のある方は読んでみてください。このチャンネルでは1分間でさまざまな本を紹介しています。チャンネル登録お願いします。May the book be with you.